オバフェミ・マルティンスことオバフェミ・アキン・ウン・ミ・フォルワ・ショラ・オシャディ。マルティンスは、ナイジェリア・ラゴス出身のプロサッカー選手。中国サッカースーパーリーグ、武漢タ卓司シカ足玉クラブ所属。元ナイジェリア代表。ポジションはフォワード。14歳の時、ナイジェリアの FC エベデーに加入。その後、16歳で、イタリアのセリエ C ・レッチャーナのトライアルに参加。 2ヶ月のトライアルを経て、エベデーのチームメイトスティーブン・マキンはともに入団。ユースチームで活躍し、これが元イタリア代表ストライカー・アッペル・ルイジ・カジラギの目に止まり、彼の推薦もあって2001年からレッチャー・なナのトップチームに昇格することになった。この年のビアレッジョ国際ユースで優勝すると、アフリカ最優秀若手選手にも選出された。 2001年からはインテルへ移籍。初年度はユースチームで23得点を記録する。2002年12月にトップチームデビュー。アルバロ・レコバ、アドリアーノ、フリオクルスら豪華な FW 陣の一角を占める中、先発出場は少ないものの、セリエ A で88試合に出場して28得点を記録。中でも2002から03シーズンのチャンピオンズリーグでは、 セミファイナルで大会史上初の AC ミランとのミラノダービーとなった。その第2戦でルーズボールを背中で流し圧倒的なスピードでパオロ・マルディーニを完全に振り切り得点を奪うという離れ技をやってのけた。2005年には2010年まで契約を延長。しかし2006年にユベントスからズラカン・イブラヒモビッチ、チェルシーからエルナン・クレスポの加入が決定。 出場機会の激減が予想されたため、移籍を志願。一籍市場ではバレンシアなどがオファーを出すなど注目を集めたが、2006から07シーズンより、イングランドのニューカッスルユナイテッドへ移籍。ニューカッスルでは3シーズンで88試合に出場し28ゴールを記録するも、2008から09シーズンにチームが降格。これに伴い、2009年7月、 移籍金900万ポンドで、ドイツの VFL ボルフスブルクに4年契約で移籍した。2010年7月、ロシアプレミアリーグの FC ルビン火山に3年契約で移籍した。ナイジェリア代表においては、アフリカネーションズカップ2006での3位入賞に貢献するなど中心選手となっている。2007年11月17日の親善試合。 オーストラリア戦では初めてキャプテンを任された。2009年11月14日のワールドカップ予選、ケニア戦では同点ゴール、決勝ゴールと2得点を挙げる活躍でナイジェリアのワールドカップ出場決定に貢献した。2011年1月31日、プレミアリーグのバーミンガムシティ FC にレンタル移籍。2月19日の FA カップ5回戦で、 移籍後初ゴールを決めた。2月27日に行われたリーグカップ決勝アーセナル戦で途中出場し1対1で迎えた後半44分に決勝ゴールを挙げ48シーズンぶり2度目の優勝に貢献した。2016年2月中国サッカースーパーリーグの上海進化へ完全移籍することが発表された。 2018年4月3日に行われた AFC チャンピオンズリーグ2018グループリーグの鹿島アントラーズ戦で大体4頭筋を断裂、全治7ヶ月の重傷を負った。2018年6月1日、上海進化を退団した。その後は無所属が続いていたが、2020年7月に上海進化へ復帰した。2020年9月、武漢拓南寺へ移籍。 ありがとうございます。